2009年スワン S 優勝時2009年阪神 C 優勝時、金ャサの軌跡はオーストラリアで制主な勝ち倉は2010年、2011年の高松の宮記念。場名は、モハメドアリがザイール共和国の首都金ャサで、ジョージ・フォアマンに勝ち、プロボクシング世界ヘビー企業座を奪還した際に、歌われた金ャサの軌跡から取られている。2003年9月24日。 オーストラリアにて誕生。ミホトレーニングセンター所属の堀信幸9社に入級し、2005年12月3日の中山競馬場での新馬戦にて、いがらし冬木場でデビューして初勝利を挙げた。年が明けた2006年1月5日、ジュニアカップも勝って、デビューに連勝を飾った。その後、アーリントンカップで一番人気に、支持されながら素敵晋介くんの6着と敗れるも、 マーガレットステークス4着を挟んで出走した NHK マイルカップではロジックの3着に入った。秋シーズンは京都競馬場の1600万下競争桂川ステークスを勝ってマイルチャンピオンシップに駒を進め大和メジャーの5着に入る。4歳を迎えた2007年は1月5日の京都金杯から始動するが京都金杯は一番人気で6着続く 阪急杯でも続けて一番人気に支持されたが4着と、連敗。その後は、在身による休養を挟み、新潟競馬場の谷川学ステークスで1着。秋は、セントールステークスで三アリユの3着とした後、キャピタルステークスで1着となった。2008年は前年と同様に、京都金杯から指導するが、京都金杯は、永新でピュッティの10着、続く。 阪急杯もローレルゲレーロの5着に終わる。3月30日の高松の宮記念において、初めて岩田光生とコンビを組み、後位から抜け出すもゴール寸前で、ファイングレインに首逆はされて2着となる。高松の宮記念の後は、一息入れた後7月6日の函館スプリントステークスに出走し、3番手から直線抜け出して、東証カレッジの追撃を振り切り優勝。 デビュー17戦目、重賞10戦目にして、初の重賞ウイナーとなった。続く、キーンランドカップでは一番人気に支持され、バグン中団からものの、16頭立ての最低人気だった谷のマティーニを捉えきれず3着に、終わった。秋の大一番スプリンターズステークスでは、最後の直線で先に抜け出した、スリープレスナイトに、外から馬体を合わせに行ったものの逆に突き放され、2着に、 終わった。六歳を迎えた二千九年は、オーシャンステークスから指導し一番人気に押されたが、二番手追走から、迎えた最後の直線で伸びきれず、アーバニティの十着と大敗した。続く三月二十九日の高松の宮記念でも、ローレル・ギレーロの十着に敗れ、休養を挟んで出走した十月四日の、スプリンターズ・ステークスでも、行位からレースを進めたが直線で失速して十二着と、 残敗。3戦連続の2桁着順と低迷する。続く10月31日のスワンステークスでは、クリストフスミヨンを安城に迎え、後位からレースを進めて、直線で先行して粘るアーリー・ロブストとの競り合いを制し、1年4ヶ月ぶりの重賞2勝目を挙げた。12月20日の阪神カップは、ミルコデムーロに、タズナが変わり。 スタートで出遅れたものの直線で真ん中から一気に抜け出し、2着のプレミアムボックスとサンカルロに一番審査をつけて重賞3勝目を挙げた。2010年半信 C 優勝時2010年も前年同様オーシャンステークスから始動し、道中は中段内を追走して、直線では内でバグンを裁くのに手間取るものの、前が開いてからは1カンポごとに差を詰め、 残り100メートルで先頭に立って押し切り勝利、重賞3連勝を果たした。3年連続の出走となった3月28日の高松の宮記念では、3枠6番という後枠から先行集団をマークしながら、レースを進め、直線で先行したヘッドライナーを捉えて先頭に立つと、外から吸収したビ b ビーガルダンを、花さ押えて一着となり初の GI 制覇を果たした。 南半球産の日本長競馬が日本の GI 級競争に優勝するのはグレード制導入後は初めてのことであった。秋はセントールステイクスからの予定だったが半身競馬場に到着後に戦通を発症しため出走を取り消した。本番のスプリンターズステイクスでは中段からレースを進めたがセントールステイクスを使えなかった影響で反応が良くなく大外から追い込んで逃げた。 ウルトラファンタジーの3位に入選、ダッシャー5号の後着により2着に繰り上がったとはいえ、春秋スプリント GI 制覇の夢はついえた。5歳児の京都近輩以来のマイル重症出走となった、マイルチャンピオンシップでは3番人気に支持され、道中中段を追走も、直線で全く伸びずシ進フォワードの13着と大敗した。12月18日の阪神カップでは、 好位4番手から抜け出すと、直線では逃げた、レッドスパーダとの叩き合いとなり最後は、首させし、レースレコードの花を添えて、連覇を達成した。なお、この年の G1 競争1勝、2着1回を含む、短距離重賞3勝の成績が認められ、JRA 賞最優秀短距離馬に選出されている。2011年、高松の宮記念8歳になった2011年も、 前年同様オーシャンステークスから指導、レースではチークピーシーズを着用し、かかり気味に後方2番手で追走し、直線で外から猛然と追い込んだが、ダッシャー5号の2着。高松の宮記念では3番人気に押され、レースでは積極果敢に先段を形成し、直線で軽々と抜け出し追い込んできたサンカルロに市橋に4分の1の差をつけ干渉した。 同レース史上初の連覇であり、また起乗した、ウンベルトリスポリは、来日初 G1 勝利を飾った。レース後は、手が届いていなかった、スプリンターズステークスを目標にしたローテーションや、その間の海外挑戦など、次戦以降の模索もされていた。しかし、レース翌日の3月28日に引退が発表され、ヤシロ大スタリオンステーションで、タネボバとして、 つなぎをされることになった。引退理由としては、そもそも今春に種ボバイリンのプランがあり、タイミング的に4月から種付けを開始できることや、連覇で本気りになったことが挙げられており、故障ではないと関係者から語られている。遅う生まれながら、早い段階で潜在能力を持っていることが指摘されていたものの、前向き、竹で割ったようななどと表現される激しい気象の、 持ち主で、それが故に、なかなか能力が、全力発揮できなかった嫌いがあった。6歳児のスワンステークスで、スミヨン、半身カップで、デムーロをそれぞれ起用したのも、激しい気象を抑え込む目的が主眼であった。以下の内容は、netkeiba.com およびジャビスサーチに基づく。父と同じく、三月十一日にヤシロスタリオンステーションに入球し、 初年度の種付け量は150万円に設定された。2014年に3区がデビュー、同年5月29日門別競馬第6競争、2歳未勝利でサダムリスペクトが3区初勝利を挙げた。主な近親オーストラリアに移籍後、馬名が変更された。ありがとうございます。